はいどうも皆さん、妻です。それでは今回も引き続き、信長の野望大使、奮慶の砂利、やっていきましょうということで、もう今回もね、やることはただ一つ、伊達とのぶつかり合いだけです。それでは今回も頑張っていきましょう。まあ、当然、伊達の軍が来るよね、応援に。さあ、来い。まあ、でも合戦するだけに兵はいますからね。かかってこい。引いたということは小峰城取れました。おっとこれは熱いのでは。で、こっから先なんですけれども、どうしようかな。一気火星に攻めたいところなんですが、こっから先はね、そう。この準権者がすごく邪魔なんだよね。なので、まず、ここの準権所を破壊してしまいましょう。ついてこい。さあ、準権所を破壊してしまえ。来るかな？ここの準権所破壊するのはすごくでかいんだよね。さあ、西でも、島津と石田がやり合ってますね。石田勝利、お見事。さあ、江戸城で、浮田秀家と、真田幸村、激突。さあ、どうなるか。ドン。お、浮田が勝ったということは、江戸城は、石田のものだ。そして、準権所が壊れましたね。で、どうするかというと、このまま攻めるか？政宗が58,000で来るのか。どうすべきかな。ちょっと一度兵を引こう、ここは。で、体制を整えて再び、菅川城に押し寄せるということにしましょう。さあ、ようやっと、ここの準権所のレベルが3になりました。これを待ってたんですよ。それでは、会津若松に向けて攻め込みます。というのは、ここの準権所が完成することによって、会津若松の兵力差が、5800対2800になるんですね。ということは、これは、労せずして物にすることができるでしょう。行きましょう。それでは、こういった構え、10万の兵でもって、会津若松を攻めます。いきます。出陣だ。さあ、会津若松に先に着くのはこっちっぽいかな？敵が我が領内に向かっております。ほー、そういうことをしますか。これ、小峰にはでも、兵が詰めてるからね。まあ、とりあえずは大丈夫でしょう。では、守備の兵出せるんじゃないか？それでは、60人1号になってしまいますが、10万の兵で持って行きましょう。行きます。後に続け。これ何が問題って、ここで戦が発生することによって、この準権所が壊れてしまうのが問題なんですよね。だその前に、会津若松を決めてしまいたい。行きましょう。遅れる者は切る。さあ、まずは取り付けました。標高20日土地んだ。まあでもここは包囲だね。政宗来るからね。ですぐ来るでしょう。来た。で、まあ、全軍展開します。揺るがずかな？揺るがずいいね。お見事。これで俄然有利。そしたら、この攻城戦を攻撃に切り替えます。これで、一気に落ちるでしょう。さあ、来ましたよ。これはでも、そうだね、届かないよね。ということは、会津若松落ちました。いいね。で、どうするかだね。吉原が小峰城の守りにつくか？あ、それがいいような気がするな。そしたら、この軍を攻撃に使えるよね。まあ、まずは小峰城を守ることを考えましょうか。来たね。早かったね。まあ、援軍が来るまでは守るでしょう。すぐ来るでしょう。吉原が先だね。なんか来たぞ、ごそっと。わからず行きましょう。部隊数6だ。それではこういう感じで展開していきましょう。いきます。まあ部隊数とね、兵力に差があるときは基本は確約ですよね。なので、まずは翼を広げます。さあ、ここか。ここはまあ耐えます。一度紙幣となりて。動けるようになりましたね。どうここを抜けるかなんですよね。いいね。あ、奇襲かけて。いや、いい体が、こっちに動いてるな。それはどうなんだ。難しいね。あ、動いた。入れ替わるかな、全面入れ替わってくれ。来たか。入った。引っ張りましょう。ただ戦える部隊が少ないな。罠をうまく使いながら行きたいね。ただ、いいね。ここで壊滅さすのはでかいんじゃないか。いやー、水の台、やられるなよ。あ、挑発終わった。終わったということは、もうこれ以上来れないのか。そうか。ただ、ならばもういける舞台でいっちゃおう。包み込めるかな。狂気になったけど、どうだどうだ。いけいけ。奇襲入ってんだけどね。ああ、この舞台やられちゃうな。ただダメージ自体こっちの方がでかいからどうにかなるかこれ。いやー、待って、逃がすな。ヨシハルがやられるのはまずい。なんとかなりそうかな。まずいか。いや、大丈夫だ。狂気が入ってる。逃がすな、逃がすな。捨てがまったけど大丈夫でしょう、きっと。いや、ダメージでかいな、こっちのが強いね。いいな、おたか。ただそれもこれまでやりました。いや、大変な戦だった。さあ、誰か来てくんないかな。さあ、どうだ。来い。ドン。あー、来ない。さあ、真田信義を再び捉えましたが、この人は前回同様解き放ちということになります。で、どうすべきかな。大谷義春の兵を米沢城あたりに持ってくるとどう踏んでるんだろうね。ちょっと見てみよう。当然対抗の兵が出るはずだよね。でもそれやって蜂の巣をつつくのもバカな話か。ちょっとじゃあ一度、騎乗しましょう。そして今の戦でもってちょっと準権所が破壊されて、兵力の優がなくなってしまったのが痛いですね。なんでまあちょっとしばらく内政ということにしましょう。さあ、伊達が江戸城を攻めてますね。これ、乗じたいんだけれども、乗じるとなると、この辺なんですよね。で、この辺って、準権所の範囲の外なんで、ちょっと攻められないぞと。ここら辺を攻めるのがいいのかな?なんかそんな気するよね。大田城あたり攻めると、石田がトントントンって来れるけども、ここで詰まっちゃうんだよな。それを考えるとやっぱり、菅川なんですかね。菅川、二本松、もしくは米沢ですかね。まあ、菅川かな。行きますか。さあ、今度は兵力をさらに増やして、なんと、12万の兵。12万の兵を持って菅川城を攻めます。対する政宗も10万を出してくる予想。これはすごい戦になるね。行きましょう。出陣だ!さあ、このまま菅川城でぶつかる予定なんですけれども、ちょっと待てよと。というのは、小峰に一度移動して、で、さらに、米沢を絞り上げる構えを見せましょう。それではこちらも10万の兵でもって、いきます。で、伊達がどう出るかだよね。もうね、多分対処できない気がする。この複数部隊には。問題は信綱がどう動くかなんですよね。江戸城を落として玉縄まで行ってくれるとすごくありがたい。さあ、水の隊が到着しましたね。これを米沢に向けてみよう。そうすると当然政宗は動かざるを得ないんですよね。構えだけでもいいかな。動くと見せかけて、ここが結構有利だからここに留まろうか。行きましょう。あ、やっぱり、ちょっと減ったね、兵が。で、水の隊は米沢に取り付きますね。お、そう来たよね、やっぱりね。となると、ガタガタになってるはずだ、今。これで、動きましょう、菅川城に向けて。これどう出るかだね。まずは取り付きます。水攻め77日。これでいこう。で、まあ、その間に来るでしょう。あ、そう来たか。で、菅川城にも取り付きました。包囲で79日。これ、行きましょう。で、どうなるかだよね。完全に瓦解してるね、こっちの軍は。で、9万1000が来る。ここの兵力は ?3 万2000、2万6000。まあ、戦えなくはないね、全然ね。動き変えたね。問題はね、米なんですよ。米を相当食うから、兵力があまりにも多いから、そこだけはほんと心配だね。ここで平塚が死ぬというと、隊が一つ壊滅しますね、こっちの。おっと!政宗が死ぬ。なんとということは、あと次は、忠宗か?秀宗。おっと、なんか来たぞ。南から来てる。というのは、信綱の兵がそのまま来るんだ。はあ、すごい大胆だね。三つ攻めが入りました。間に合わないんじゃないこれ。さあ、ということで、今回、東北への足がかりを2つ得ることができましたが、この次だね、問題はね。この次の大戦で勝てば、一気に進むことになるんですけれども、果たしてどうなるや。ということで、今回もこれまでとさせていただきます。どうも皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回。